この景色見るだけでも来る価値ありますよね、香港は。ホテルってスイートルーム以外泊まる部屋あります？逆に他の国でこうビップ待遇受けるって どんな気持ちですか？ローランドだから当然じゃんっていう。出るよ、助手席。はい、Thank you。 助手席だって最近ね、僕も愛さんしたら動くね、これ。いかんじゃない、これ。気持ち悪い、この気持ち悪い。やばいか、15歳か。イカが睨んでますね。いや、イカなんかライバル視してんのかな。ハマってはそうだったから。うおーやばい、手が上がる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 、ロッロッロッフィッシュ、あ、待っとる待っとる、すぐバイリングで、あー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 カニを一口。めっちゃドヤ顔。クレイジー。怖かった。スパイキャップ。うわ。うわ。できた、できた、できた。うわ。できた、できた、できた。カニは地獄の思い。今まで敷かれたレールの上走る人生嫌で、父親の仕事とか継がないでホストやったじゃないですか。今これ今初めてローランド敷かれたレールの上に乗ってるの見てくる。仲間と乗る敷かれたレール意外と悪くないですね。なあ、ねえ、揺れますが揺れるけど揺られるのもまた。ああ、香港の夜芝こうか。スタッフに買ってこいよ、なんか。そうですね、歌詞とか定番のアイラブ香港欲しいな。テイラこれ、これあげようかな、これ3つ。これ買おう。これ何ですか、鏡じゃない、鏡です。これ無難じゃない。あれスタッフは、スタッフ、はい、200 yeah please 100 あ、いや、ローラン、これ買ってよかった。ローラン150 no100 OK OK, thank you。 はい、ロッカ、これ謎の、これなんか、おぉ、ミオが使えそう。ミオにあげよう、これ買おう。あ、マジで59? Yeah, 59? You want? No, okay, no, okay, no. No? 50, 50 30カモン、サンキュー、やった。ネヒリうまいですね。え、ちょっとハロー、かわいいね、よいしょ、かわいいね、かわいいね。これ10個ぐらい買ってくれ、みんな。どれが香港っぽい？え、うるさい、今買ってるよね、買ってる。ローランド様、写真いいですか？ローランド様いいですか？いいですか？北海道から来ました。お願いします。めっちゃいい匂いする。いい匂いする。3、2、1、だ。微妙、微妙。ありがとうございます。どうした、どうした、どうした、どうした。すごい、いい匂いしました。まさか、テレビの人だったから。
ちゃんとどうですか、あの車掌さん。はい、車掌さん、車掌さんどうですか。安田健一さんがいます。車掌さんって言いましたね。車掌さん、車掌さんどうですか。安田健一さんがいます。リポーターのローランドですけども、香港のナイトマーケットというわけですけど、ちょっとあいにくの天気模様なんですけど、どうですかね。我がいいジャシーな本気な気分かってます。ああなるほど、同じく私もそう思いますね。これ行こうよ、これ、このこれ行こう、これ、これどう、これいいっすね。食べるみんなで、これあ、これ食ってたわ、ちぎってくるわ。そうぜ、おばちゃんめっちゃ素手だけど大丈夫これ。ハマチ？はい、ターバン。はい。テン？はい。オッケー。わあ、わこれ大変や。わあ、ドリンク。すげえ。名物らしいんで。名物ちょっと行ってみたいな。ファーストコンタクト。名物名物。まあまあまあ普通の。あ。ベビーガッツやみたいな。メイクティー、あ、メイクティー、他はいる、ちょっと、ちょっともらえば、じゃあ、俺、ハマボディ、どれ来てるかテンション上がってるの、これ絶対そうだよ、絶対そうだよね、興奮してる。 Do you know me? No。 今同時にあ、知ってんだ、日本語は知らんて。ローラン、ローラン、ローラン、そうそうそう、すごい日本語。ああいいね、やべえ。スターっすね、香港で人知らせちゃったもん。めちゃくちゃ嬉しそう。 How do you know him? Video, YouTube。 YouTube? わあ。やべえやべえ、仕事が手についてないみたいな。でもこの人知らないでしょ。まあ、いやそんなわけないよね、知ってないわけないよね。まあ、さっき知らない人。 Do you know me? No。 No。 いいよいいよ、しょうがないね。写真俺が中入るよ、OK。 いいの、ありがとうございます。あーすごい、どう入ってみよう。はい、チーズ、よし。My name is Freddy. I'm here to serve your supper. Freddy? Yes. Okay. Thank you. Here. This is yours. Oh, you. My job is a champagne opener. Yes. Famous champagne opener. You are very famous. I always see you on TV. Oh! Yes. You're from Japan. I know you are... Masaka no. Yeah, thank you. Very famous. You travel everywhere, every hotel, right? I watch your TV channel. Jesus. You are very famous. 知ってたか俺の仕事、シャンパンオープナー。シャンパンオープナー間違ってないじゃん。まあ、一応そう。そしたら、なんかもうちょいいいシャンパン頼めよかったね。まあ、あいつ意外と安いの飲むじゃん。チーペスト。Goodbye. チャオ。日本コン、お疲れ様でした。あのリアルにね、ちょっとオーナーになってね、やっぱね、お前らの味方ちょっと変わった。なんか2倍ぐらい可愛くなった。マジで。愛情が。うん、いや愛情をバレ感じますよ。ちょっとプレイヤーさんの時と変わるね。そうっすね。あの時働いててくれてありがとうとか思ったことないね。出勤してくれてありがとうとかないわけよ。ヘルプついてくれてありがとうとかないよ。そこがやっぱりね、心境の変化ですね。ありがとうございます。いやー、こちらこそ。お疲れ様でした。お疲れ様です。食べますか。うわスパゲッティ食べたい人。美味しい。うまそう。もうこっち行こう。もうハンバーガー行こう。ハンバーガーもちょっとポテトは大好き。ポテト、ポテトあげる。これあ、でもここにあります。いい、ハンバーガー。立ち上げとかすごい大変な時にあいつらがすごく、まあ、頑張ってくれたんですよ。前の店だってやっぱ結構大きいお店で、しかも安定して
歴史もあるお店で、多分あそこのお店にいたら居心地良かったと思うんですよ。でもまあその安定を捨ててベンチャー企業というか俺が立ち上げるこのお店に二つ返事で行きますよって言ってくれたんで、だからそういうのってお金で買えないなんかその、まあ、喜びじゃないですけど、あとはまあいろんな人脈とかもちょっと彼らに、ホスト辞めた後も野ざらしにしてね、そのままお前頑張ってけよって前の店からついてきてくれたやつに対してちょっと寂しいなってところもあるので、ついてきてくれた恩はやっぱりしっかり返してあげたいなっていうところで、